キルが木から落ちてくるっていう話聞いたことないですか？あ、聞いたことありますよ。お、あります？うん、なんかね、僕は直接聞いた話じゃないけど、うん、はい、ある種の生き物ってね、属性ついたりしますけど、うん、ヒルに関してはなんかね、普段は土の方に生きてるんだけど、はいはい、なんか特定の条件の時だけ木に登って木の上から落ちてくるとか、はい、なんか上から襲いかかってくるイメージはなんとなくあります、はい、僕もあるんですけど、うん、これ事実ですよね。それが、うん、実は俗説で間違いであるということを証明した人たちがいるんです、はあ、それは小学生です。小学生ということで、先ほど黒川くんがね、はい、あの昼秋から落ちてくるみたいな話をしましたけど、はい、聞いたことありますけどね。まあこれはもちろん僕も聞いたことがあって、うん、ていうか今ググったりしても、うん、あの木から落ちてくるので昼に注意しましょうとか書いてあると思うんですよ、うんうん、あ、そうなんだ。はい、あの結構まだまだ残ってて、僕がググった感じ、うん、なんか行政とかがね、山に入るときには、うん、例えば首になんかタオル巻いて置きましょう、そうだよね、そうだよね、はい、じゃあ事実じゃないですかっていうね、対策法が書かれてますし、さっきまあ黒川くんが言った民族学っぽい話をすると、うんうんうん、以前からねゆる民族学ラジオの方でよく出てくる怪妖怪伝承データベースがありますけど、それで今パッて昼って調べても、はいはい、うん、まあ、要は天気のいい日には土の中にいたりするんだけれども、うんうん、雨が降ってくると木に登って木の上から降ってきて人を襲うといったようなね、なんかそういう、ほらほらほら、はい、そういうまあ言い伝えとかが、属心ってね、はい、科学ですから、はい、おお、そうなんですか、そうですよ、だいわゆる今の近現代の科学って言われてるものは、はい、原子なるもの、ね、分子なるものがあると仮定した上で説明つくことが多いから、はい、これが世の真実であるっていうふうに語って、はい、その世界観の上で作ってるのが科学、まあ、作ってるタイプの科学じゃないですか、はい、でも科学っていう実証のね、はい、積み重ね、経験の積み重ねの上にあるもんですから、はいはい、その点でいくと俗信って、はいはい、民間の多くの人たちがいろんな経験をした上で、はい、積み重ねていった知識なんですよ、はい、そうですよね、俗信は科学なんですよ。ちなみに、うん、今のような論法で、はい、あの小学生たちに詰める大人が後で出てくるんですよ、はい最悪だちょっとネタバレすると、はいはいはい、あのね、まあ、うん、それはそうではあります。まずね、これは一面的事実なんだが、はい、いわゆる生物学的にそれが正しいかどうかっていうところですよね、近代科学的に、近代科学的にそれが正しいのかっていうのを考えると、はい、実はそれはどうやら正しくないらしい、存在しない習性だったと、ということを実はね、あのちょくちょく前回、うん、前々回から出してますけど、ね、名前上がってますね、はい、この山形文庫から出ている昼は秋から落ちてこない、はい、うん、その僕らの山ビル研究っていうね、まあそうなんですよ、タイトルにするぐらいには、ね、まあ、衝撃的なというか、みんなが常識だと思っていたことをこの子たちが違うんじゃねと証明したというわけですね、わけなんですけど、小学生が、そうなんですよ、なんかさ、あの足が臭くなる原因が突き止めたのも結局ちっちゃい女の子が妹にいるお兄ちゃんだったよね。そうでした、なんかめっちゃうろ覚えだけど、うん、妹が足臭くなるのを気にしててかなんかでって話しなかったっけ、違ったっけ、分かんない、もう全部うろ覚えに対してうろ覚えで返すけど確か蚊によく刺さりやすいじゃなかった、そうだごめん、蚊によく刺さりやすい、妹が蚊に刺さりやすくて、はいはいはい、で俗説として足臭くてかわいそうではないわそれちょっと妹さらすのがかわいそうだね、そうだそうだ、でなんか足の匂いとかが強いとなる、あの蚊が寄ってくるんじゃないかみたいな話があり、そうじゃない、えどっちだ、なんかその結果いろいろ所要因はあるんだけど、うん、はい、対策するために妙盤水かなんかを足に塗った結果、はい、蚊が来なくなったし、なんなら臭くもなくなったみたいな、そういう話だったっけ、そういう話だった気がします、気がしますまあでもそういうことだよね、うん、この子たちも、まあ、まさに同じようなことで、うん、僕なんか31歳で31年間生きてきて一度も思いもしなかった、うん、その科学的な好奇心みたいなものを持ってちゃんと証明にまで至ってね、そうっすよね、はい、すごいよな、うん、いうのまあ一つの、まあ、事例というかね、はいはいはい、山ビル領域においての、うん、まあ、ブレイクスルーを起こした子供たちの、でもさ、はい、何のモチベーションがあってさ小学生が山ビルの研究するわけ、いやおっしゃる通りですよね、うん、いやもうまさにそこについても書かれてるので、はいはいはい、ただ今からこの本ね結構分厚いんですよ実は、うんうん、結構ありますね、子供山ビル研究会っていうのがまあ何なのかって話もこの後するんですが、この回はずっと続いてるので今も、うんうん、まだずっとその昼は木から落ちてこないって話以外にもいろんなことを調べてるんですけれども、はいはい、今回はなんで子供山ビル研究会が山ビルについて調べるようになったのかっていうところと、あとはまた表題のね昼は木から落ちてこないっていうのをどのようにして、まあ、証明したか、もしくは証明しようとしていく中でどのような障害にぶつかっていたかみたいな話をちょっとして、ぜひ皆さん子供山ビル研究会応援してねっていう締めにして、あ、いいですね、終わろうと思っております。小学生版プロジェクト X ですねいや本当そうだよ、ね、あの大人でもできないよ、こんな、できないできない、はい、ちょっと今から紹介していこうと思います。はい、ではね、まず子ども山ビル研究会って何ぞ、うん、という話を、まあ、ざっくり言うと、はいはいはい、三重県のね四日市市
をまあ拠点に、はい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 、この本の著者の樋口さんって方と、うん、あとはその、まあ、活動に参加したいと言っている小学生や中学生を中心とした子たちの、まあ、山ビルを研究する会になります。いや、もう何も説明になってないです。構成員は分かったんですけど、はい、っていうことです、はいはい、もうその通りです。名前の通りなんですけど。名前の通りなんですね。まあ、普通に考えてなんで山ビルと、この世にはね数多くそれが知りたいわけ、ね、うん、まあ、カブトムシ研究会とかね、分かりますからね、蝶の研究会とか ねならまあまあ分かりますよ。鳥だ、猫だ、犬だとかね、それこそね、あの害虫の発生の話をね、はい、吉野さん以前してらっしゃいました、動画見ましたけど、はいはい、要は人気な昆虫がいるじゃないですか。はい、います、います。人気な虫がいるじゃないですか。虫は特にいます。蝶は苦手な人いるみたいですけど、はい、まあ華やかでね、ひらひら止まっている、うん、時広さんが嫌いか、蝶。そうですね、時広さんは蝶が嫌いって言ってますね、うん、っておっしゃいましたけど、だから人気なラインは分かる、はい、大紫とかね、そうですね、蝶とか甲虫は大体人気ですからね、人気ですから、はい。そうなんですよ。ヤマビルなんでっていうところをちょっと説明すると、経緯としては、もともとこの著者の樋口大良さんって方がですね、もともと小学校の先生をされてたんですね。なるほど、なるほど。で、樋口さん、小学校の先生の時代から、子供が主体を発動する授業のあり方をテーマとして、一人歩きの理科学習っていうのをまあずっと提唱されてた方だった。主体性を尊重するタイプの、はい、はいはいはい、子供の主体性を尊重するまあ理科教育をしていこうと思ってた方だそうで、で実際この後2007年に定年されるんですけど、うん、その後もちょくちょくですね、学校とかが自然教育学習みたいなのを、はいはい、まあ、主催したりするじゃないですか。それのまあ臨時教員というか、うんうんうん、まあ、臨時指導員としてまあちょくちょく呼ばれてたっていうのがまずあります。じゃあもうその筋ではそれなりに有名な人だったんですね。おそらくそうなんでしょうね、うん、僕もあの地元のね、うん、ところにあのいわゆる少年自然の家とかありますけど、うん、ありますね、小学校の時に理科とか教えてくれた先生が中学になってその施設行ったら、うん、その施設の臨時職員のようになっていて、うんうん、え、先生今ここで何やってんのみたいな、はい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 、いや今そういう理科教育とかここでやってんだよみたいなことがあったので、まあ、そういうパターンなんでしょう ね、うんうん、まあ、本人の希望もあり、うん、かつ先生方々の先生方々まあ、まあ、先生方ね、先生方のまあ評判とかもあり、うん、そういうことはまあされてたと、いやかっこいいね、現場退いてさ、うん、習った生徒たちは、うん、あの先生どこ行っちゃったんだろうって思うわけだけど、うん、例えば自分の子供ができて、うんうん、はい、ちょっと自然学校みたいなの行ってみたいなって体験で行ったら、はいはい、かつてお世話になった先生がそこでね、あ、そうなのよね、布袋のような笑顔で待ってるわけですよ。いやそうなのよ。いやまずね、そうなの、今回は大テーマにはしなかったけど、うん、樋口さんの生き方かっこいいというのが割とね、かっこいいよね、読んでて思ったことの、その話だけでもかっこいい。そうなのよ、いいね、こういう生き方したいなとまさに思うんだけど、ね、まあまあいずれにせよ、まあ、樋口さんがそういうことをしてたら、ある時、まあ、それこそあれですよ、四日市市にも少年自然の家があるそうで、はいはいはい、そこで自然観察ウォークラリーをしようと。あーはーはー、ウォークラリー、ウォークラリーです。あんまピンとこないですけど、具体的にこの時やろうとしたのは、うん、子供たち集めてグループに分けて自然教育園の、すいません、自然教育園が目黒だ少年自然の家の敷地内に、はいはい、まあ、例えばその理科教育にいい題材のものがあったりするわけですよ、うん、例えば地層がよくわかる崖とか、うんうんうん、なんかわかんないけど巨大な滝とか、うんうん、なんかすごく景色のいいところとか、はい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 、でそういうところになんかいろいろお題を置いといてですね、子供たちが行くとそのお題があって、お題を解いたりなんかあるんでしょうね、なんとかって地層はどれでしょうとかあったりして、はい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 、それ当てると1ポイントみたいなことをして、なるほどね、なんか教育版オリエンテーリングみたいな、ね、あ、まあ、さにオリエンテーリングだと思います、うん、で最終的にいろいろ前2時間とか回って、うん、点数高い順にちょっとご褒美というか、はいはいはい、プレゼントあるよみたいな、頑張ったね、はい、っていうのをやるっていうことをやろうとしたと。なるほど、なるほど、楽しそうですね、大人でもやりたい、まあ、そうなんですよね、僕は割と ね、あの屋外で生き物とかするの好きだから普通にね子供にかこつけていきたいんですけど、うん、行きたい行きたいぐらい、まあ、そういうことをやろうとしたんですけど、子供たちがじゃあ用意スタートって言ってもピクリとも動かないんです。いやもう始まったよって、行きなさいって言っても、うん、いやちょっと行きたくないって渋っちゃって、今日はちょっとご機嫌斜めかなねと思って聞いてみたら、うん、いやお母さんが、うん、この山には、うん、もうヒルがいっぱいいるから、うん、気をつけなさいよ、はい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 、めっちゃ言ってきた。おすごいリスクヘッジができてるんですね、うん、そんで多分それをね言っちゃったんだよ子供の中で。あだからヒルってなんだっけ、そう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 みたいなやつ、まさにそういう感じで、うん、えヒルって血吸うのとか、うん、血吸うの、そうだって見たことなくてさ血吸うって言われたら得体知れなくて怖いよねそうだよね、うん、しかもみんなさ、まあもちろん経験したことある人は分かると思うけどさ、蚊とかとはさ吸血量がまあ違うわけじゃないですか。違う、しかも膨らんでいくもんな、そうここでね、グーって膨らんで外すと、うん、あの血が止まんないし、そうあのヒルにヒルジンっていうね、うん、ヒルジンっていうあの血を止める血の固まるのを、まあ、妨げる成分とかをまあ唾液として持ってるみたいで、うん、ってそのせいでタラタラ流れていくんだよね。そうずっと出てるから、で止まらあさ子供の頃って血止まらないって死だと思ったじゃん。わかるわわかるわ、ね、あもう全然関係ないけど昔、うん
兄ちゃんにさ、あの俺が歯磨きしてる時に後ろからこれあんま言わない方がいい、まあ、母親が悲しみそうだな。昔ね、あの喉チンコ怪我して血が出た時に、うん、ドラマってさ、はい、もう口から吐血するってさ、出るもう死じゃね。だからさ、ただ喉チンコが傷ついて血が出てるだけだったんだけど、うんうん、もう俺もうずっともう死ぬと思って、うん、もうばあちゃんにずっと俺死ぬの俺死ぬのって言ってたっていう思い出今思い出しましたけど、ちょっとごめん関係ないんだけど、でもそうじゃん、ちっちゃい子はね、うん、血が止まらない、だらだら止まらない、うん、泣いちゃうし、うん、怖いよね、大人でも怖いからね、大人でも怖いから、そうで止まらないってなったら怖いから、前回知ったからさいいけどさ、うん、病原菌みたいになるじゃん、なる、前回ね、あの病原菌ないことは、そう、蚊とかと違ってね、はいはい、あのマラリアとかそういうのを媒介するわけじゃないっていうのは知ってるけど、うん、けどシンプルに血を吸われる量とか見るとかなり怖いので、うん、ヒヤッとしますよね、それはやっぱ子供たちの中でも言い合ってたみたいで、うん、血まみれになりたくない、はいはい、触れないとか、うん、そうだよな、そういうことでもうちょっとピクリと動かなくなっちゃってたと、うん、でどうしようどうしようって、まあ、担任の先生もいやちょっと想定外というか、うん、僕らにこの後どうすんのみたいな、ね、感じになったら、毎日話なんだからね、やっぱね、こういう時に僕は簡単に想像できますけど、うん、やっぱこういう空気を、まあ、壊してくれるのが、うん、やっぱやんちゃ元気坊主なんですよね。ああ、はい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 。一人なんかいたみたいで、うんうん、やんちゃ元気坊主が、先生、昼ってこれでしょ、うん、つって。俺、捕まえられるよ。そう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 。いるよね。絶対クラスに何人かいる、うん、他の授業とか の成績全然ダメだけど。それ余計な情報だろ。理科の生き物の時間になるとすげえ元気になって発言するやつじゃない。俺もそうだと。理科の時だけめっちゃ手上げるみたいな。俺、触れる。大丈夫だよ。そうそうそう、俺、触れるけど、つって女の子とかに持ってって嫌われるみたいな。そうそうそう、俺たちみたいなやつ、まあ、いるわけですよ。でそいつが持ってきたら、うん、はいはいはい、やっぱね、人間不思議なもので、うん、それはそれでみんな興味があるみたいで、うんうんうん、怖いもの見たさで、はい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 、ヒルって何どんなのみたいな、これかそうそう捕まえたのっつって、それこそあの樋口さんに、うん、手に乗せてみて、でうわ吸われるよとか言いながら、うんうん、で吸わないのとか言うと、まあ、意外とヒルって自分が吸いやすい場所を探してから吸うんですよね。え、あ、そうなんだ、まあ、みたいなんですよ。ちょっと薄いとこ探すみたいな、その話みたいです。厳密にどういうところ特に好むとかはちょっと乗ってなかったんで分かんないんですけど、うんうん、少なくとも足についてすぐ吸うとかいうわけではない、うん、あ、そうなんだ、はい、まあ、吸うやつもいれば、まあまあね、吸いやすいところを見つけて登ってくるやつもいるみたいで、うんうん、例えばそういうのが分かってくると、じゃあちょっと手に乗せてもいいかなとか、うんうん、あとはちょっとまあそれは無理だけど触ってみようとか、こんなんなんだとかいう感じで、ちょっとずつ子供たちが、うん、そのヒルを、まあ、実際現物見て慣れてきた感じがあったので、うん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 、そこで樋口さんがあっと思って、はいはいはい、あ、じゃあこのウォークラリーの時に、うん、ヒルを捕まえたら、おお、一匹1ポイントあげるよと。画期的おーって思われたけど、害虫駆除の歴史じゃないですか。あ、ありがとうございます、ね、見ていただいて ね、まあ、そうなんです、あの12万匹とかで吸ってましたね。そうです、あの細かい数字忘れたけど、うん、そう、子供たちに害虫を教えて、これを取ってきたらいいよって言ったら、はいはいはい、何十万匹っていう、ね、ホルマリン漬けが今でも残ってるという、うん、あの話面白くてね、民族学でやりたかったね。あれね、取られました、あれは正直、はいはいはい、そっちのところですよね、あの民族学的な、うん、それこそ最初に言った物の見方の変遷というか、うんうん、変遷だからね、何をベースに考えてたかっていうところだと思うんですけど、はいはいはい、まさにあれもちょっと扱ってほしいけど、うん、でもそこでの対策と今これが重なったわけだからね、うん、そうだよね、ヒル嫌いを克服する、子供たちはやっぱり、まあ、親から仕込まれて嫌いと思ってたけど、うん、実際現物見ると、うん、やっぱり恐怖心よりも好奇心が勝つみたいなところはやっぱ子供たちって感じ、うん、まあ、実態ともなるとね、うん、今回要はさ、妖怪とかお化けの話聞いてるようなもんじゃん。そうだね、元々はそうだよね、山にはそう血を吸う軟体動物がいて。そうだよ、ね、そうだよね、怖すぎるでしょ、妖怪じゃん。怖いよね、いや、ユーマみたいなもんだよね、うん、そうそうそう、で実物見てみたらこんな血まくってさ、うん、ウニウニしてるだけだから、いや、そう、本当そうだと思う、うん、実際はね、そう3センチぐらいで、まあまあもちろんネバネバして気持ち悪いんだけど、うんうん、まあ、子供たちからしたら、まあ、ナメクジとかの、ね、みたいなもんでしょ、ナメクジに握れるならそう、ね、そうみたいな感じで、まあ、慣れたので、まあ、こういう青出した、はいはいはい、でよいさっとつったらわーっとしてたんですよ、うんうん、あ、よかったよかった、ね、じゃあゴールで待っとくかって、僕らにもこれで安泰じゃと安泰じゃと思ってたら10分ぐらいしたらみんな帰ってきて、うん、早いでも早い、本当に2時間ぐらいかからずに、結局山ビル怖かったんかな、帰ってきたなと思ったら、うん、先生、あの昼10匹ぐらい捕まってきた。これでいいでしょって先生はね、ちょっとあのミスをしてまして、うん、ウォークラリーの設計上全部ウォークラリー回っても、うん、まあ10ポイントぐらいにしかならないんですよ。そしたらみんな入り口にいるヒルをじゃあ10匹捕まえたら、うん、ウォークラリー回るのと一緒じゃんっていうことに気づき、なるほど、小学生の賢さを舐めてたんです、ね、いや、そう、舐めてたんですよ。ちょっとこれ小学校の先生やってたのにね、ちょっと子供舐めちゃって、そこはね、このまずポイントに換算するっていう案が、はい、いい案だってなってるから、ね、そうだね、細かい設計まで目が届いてなかったみたいで、うん、みんなじゃあ10匹ずつ持って帰ってきて、ハックされてる、そう、ハックされて、で結局10分ぐらいで終わって鬼ごっこを始めるみたいな。
いやさ、それあの結局ね、この時子供たちのグループって12グループあったんだって。12グループ12グループ何人？1グループ1グループ何人か見てないんだけど、昼捕まえたら1ポイントってのはグループで1匹捕まえたら1ポイント。あ、はい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 。でちょっとあのごめん、何人グループかまでは書いてなかったんだけど、まあ、少なくとも12グループあったから、要は120匹ぐらいみんな捕まえてきたってことなあの、そこそこですね。すごくないその山、そう、入り口の結構いるね。歩いて10分ぐらいの範囲に、しかもさ、これ偉いもんでさ、子供いる場所分かってるってことでしょ。そうだ ね、確かに。あ、そこの描写はね、先生の目線だから書かれてなかったけど、はいはい、まあいたんじゃない、なんか得意なやつが俺知ってるよ、いるよいるよ、ここいるよ、こういうとこにいるよって言ってね。あとまあ山ビルの習性として、はいはいはい、脊椎動物を感じたら、まあ、寄ってくるっていう性質もあるから、なるほど、もしかしたらまあシンプルに寄ってきたのを捕まえただけかも。背低い、体温高い、はい、走り回って二酸化炭素めっちゃ出すめちゃくちゃ格好の標的だよね。そうそうそう、山ビルからしたらね。まさにこの後ね、あの子供たちも証明していくんだけど、はいはいはい、当時はまあ昼っていうのは熱と二酸化炭素と振動に反応するって言われてて、振動はどうやら怪しいみたいな、この後小学生たちがまあ解明していくんだけど、まあ、少なくとも熱二酸化炭素に反応するってのはまあその通りで、実際 2.5 メートルぐらいの範囲だったらもう二酸化炭素を感知して寄ってくるみたいな。すげえ、なんか検知器に使えそうだねいやでもね、以前さ、あの昼はあの昔は射血として使われてたとか言ったけどさ、まあ一時期ちょっと悪いニュースもあったけど、あの線虫をさ使ったさ、ガンのなんか探査とかも今いまだに多分続いてると思うんですけど、研究はなんかそういうのにも使えそうなね、何かしら。これはバイオミメティクスではない。バイオミメティクス、生物をそのまま使うんだったらバイオミメティクスじゃないかも。ああなるほどね、生物の性質を工学的に模倣するとかだったらバイオミメティクス。これはなんていうの、生物利用分かんないけど、でも生物をそのまま使う、なんかね、これがじゃあ二酸化炭素じゃなくて、なんだろう、なんか有害なガスですとかにしたらさ、にも反応するとしたら ね、昔あの鉱山でさ、カナリア持ってたみたいな、みたいな、ヒル持ってくみたいな、心痛まないですかそうそうそう、いやでもそれ結構大事なポイントで、ちょっとあの先進めると、みんなね、さっきあの鬼ごっこ始めたって言ったんだけど、それはそうとて、やっぱりまだ興味を持ってる子供たちとかいたみたいなんだよね。引き続き、これちょっと持ってみていいとか、こいつって塩かけたら死ぬってお母さんから聞いたんだけど、かけてみていいとか、でかけて死ぬとか、あと、あ死んだ、これ結構潰れない石で叩き潰していいとか言って、まだこれ子供なんで容赦ください。僕も昔はトンボ捕まえて、トンボの中身どうなってんだろうと思ったら、ビリビリって破って中身見たことあります。むごい、むごすぎる。幼稚園の頃、そう、子供の頃ってね、そういうの通して世界知っていくし、幼稚園の頃なんでご容赦ください。大丈夫だと思う。まあみたいなことをね、知っている子供たちを見て、先生が、あ、最初気持ち悪いで、待って、なんなら先生もちょっと嫌だなって思ってたぐらいなんだけど、こうやって興味を示してくれるんだって思ったのとともに、さっき言ったように他の生き物だったらかわいそうとか、そういう話が出てくるんですけど、ヒルはね、いくら取っても皆さんに喜ばれるし、いくらまあ実験でまあ殺しちゃうことになっても、まあそんなにまあまあまあ嫌がられないと、嫌がられないということ、まあ結構大事ですね。そう、大事ですよね。やっぱり子供たちがいろいろ始めたけど、そういうちょっと大人の事情でダメになるみたいなことってよくあると思うんですけど、あると思います。山ビルならないんじゃねってことに、まあ樋口さんが改めて考えて、これちょっとこう山ビルをテーマにした子供たちの教育何かできないかってことを考えて、えらい子供山ビル研究が始まっていくんですよ。大人側の嫌悪感が先に立たなかったのマジでいいね、これ。そうなんです。今ちょっと端折っちゃったけど、樋口さんももちろん上とか言ってるし、あの120匹集めた昼をねどうするんだってなった時そう、ね、そう、あの担任の先生とか職員の人わーって逃げてるし、じゃあ先生どうにかせつされても、あの樋口さんがね、いやいやだよ、自分でどうにかしなさい、樋口さんもあの鬼ごっこに変わってわーって逃げろみたいな感じなんだけど、それはそうとして、そこで終わらせない、気持ち悪いねで終わらせないのが、いよ、やっぱここ樋口さんのまあ素晴らしいところ、まあ、教育者として素晴らしいところが、ね、さすがすぎるわ、出てるんですよね。それでね、山ビル研究会が活動が始まっていくっていうんですけど、ここでね、もう一人樋口さん以外にもちょっと重要な大人がいまして、ほう、ちょっと紹介すると、ジョニーさんと通称ジョニーさん通称ジョニーさん通称ジョニーさん、びっくりした、急に西部劇やるALT の先生とかではなくて、はい、ジョニーです、ロサンゼルスから来ましたじゃなくて、まあジョニーさんと呼ばれている四日市市にある株式会社エコトレードという会社の社長さんなんですね、ジョニーさん、まあ、いかにもエコロジカルな会社やってるような感じしますね。名前の通りまさにエコなことをやっていて、どういう会社かと言いますと、この方ね、昼下がりのジョニーという商品を
開発し、販売していまして何それ昼下がりのジョニーですね。ちょっとエッチなやつ。やちゃいましたやちゃいました。昼下がりの昼はカタカナで昼、あー、ね、ってことは、はい、昼に関する実は商品、なるほど、でして、はい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 、こちらね、ヤマビルの機器剤、あ、へー、はい、ヤマビル、これをまあ巻くとヤマビルが寄ってきづらくなるという薬を、あるんだ、そんなの製造開発してる会社がたまたま四日市に。あ、でもなんかヤマビル被害ひどかったのかな結構。あ、でもあ、そうかもしれない ね。まさにジョニーさんがこの製品を作ったきっかけが、もともと渓流釣りとかが好きな方で、うん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 、渓流釣りに行くんだけど、その時いっぱいヤマビルに襲われる、やられますよね。でも当時はヤマビルを殺す薬みたいなのは、うん、殺虫剤みたいなね、うん、はあったらしいんだけど、忌避剤みたいなのはなかったと、うん、生きたまま逃がすみたいなのはなくて、うん、ジョニーさんのまあ考えとして、やっぱりその殺すのはね、自然的にも良くないし、うんうん、あとはその成分がね、はい、残った時にどうなるかみたいなのも、そう、多分渓流釣りで困ってるってことは水辺で使いたいと思うんですよ、うん、そうだね、それは魚に影響あるからねきっとね、そう、あの、うん、おそらくそうだと思うんですよ、あの、うんうん、僕あの渓流生態系とかの話とかもよくしたけど、やっぱ渓流釣りが好きな人って、うん、多分そういうところにもある程度知見があったり、うんうん、っていうか、うん、その知見から釣りやすい場所をね、はいはいはい、逆算するとか、するとかね、することがあると思うので、うん、やっぱそういうのには割と理解があるというか、うんうん、あの知見がある方だったということで、どうにか昼をまあ殺さず、うん、かつ、まあ、他の生き物たちにも影響の少ない被害ができないものかということ で、いいですね、研究者とか、ね、人に話聞いたりして、そういう商品を開発したっていう。買ってますか皆さん、これが本当の SDGs ですよマジで。いやいや本当そうです ね、名ばかりの SDGs がはびこっておりますけども、この世の中やめてください。 SDGs とかちょっとちょっと今回やりました。まあっていうね、企業剤の昼下がりのジョニーという ね、名前は一瞬ふざけてるかと思うんですけど、うんうん、そういうまあ素晴らしい田舎のおじちゃんセンスです。いいっすね。まあ、それ宮城の四日市で頑張ってらっしゃる社長の、まあ、ジョニーさんって方がまあいらっしゃって、その方もちょっとお話を聞いてというか、うん、この研究家に全面協力してくれるということで、ちょっと時系列後になるんですけど、最終的にはですね、もともと自然の家でこの活動してたんですけど、はいはいはい、まあ、諸事情あっての自然の家の場所が使えなくなったということで、あら、今はジョニーさんのこの会社の、うん、一部を借りて、いやー、研究されてるということで、研究所も場所も貸し出してあげてる、すごいね、いう素晴らしい方なんです。 SDGs そうです、教育とかありますから ね、 あの SDGs の目標ね、そうですよ、 SDGs ってこれです。樋口さんももちろん素晴らしいんですけど、うん、このジョニーさんっていう方もかなり超重要人物。このジョニーさんっていう方が、はいはいはい、まあ、ある程度ね、昼について研究というか、うん、あの被災作る過程でいろいろ知ってたので、うん、ちょっとあの最初にヤマビルの説明とか、あとはこの子たちがまずこの研究会を立ち上げてどういう方向性でいこうか、うん、みたいな、その方向性を作る上で、まあ、ジョニーさんというのはかなりその力を貸してくれ たっていうことで、ジョニーさんちょっと説明しました。なるほど、へえ、じゃあこの偉い大人2人から成り立ってるようなところあるんですね。一番のまあ主要大人キャラはこの二人で、うん、やっぱりこの二人がいなければ、うん、多分今に繋がってないし、で大事なんですよ。やっぱこのジョニーさんが最初に説明するんですよ。ヤマビルってどんな生き物か、うん、っていう中で、やっぱりね、まあもう事実上もネタバレしてると思うんですけど、ヒルってのはまあこういう生き物で、例えば雌雄同体で、うん、血を吸ったら雌雄同体同士で精子をもらってメスとして卵を産んでみたいな、なんかそういう話の中にヒルは木から落ちてくるので、はいはいはい、首にね巻いてやってくださいと。あとはその二酸化炭素ね吐くと出てくるので、ふーっと息かけてくるとピョコピョコ出てくるよとか、うんうんうん、まあ、そういう話をしてたと。でその中でジョニー先生がヤマビルが産卵するシーンってのをまだ誰も撮ったことないんだと。へえ。BBC でも撮ったことないんだと。あ、そうなんだ。らしいです。へえ。イギリスでもダメ。イギリスでもダメだったみたいな。大英帝国でも。大英帝国、あのね、あの博物学の大国イギリスでもないと。はい。ということで、ヤマビルの産卵シーンを撮ったら世界初だぞって言ったら、みんな子供たちが盛り上がって、まずそれをまあ一旦の目標というかね、最終目標として始まるっていうのが第1回ヤマビル研究会。なるほどなるほど。定例会だったそうです。いいですね。熱いっすね。やっぱ師匠キャラ出てくるのいいっすね。そうなんですよ。あのさっきの樋口さんにも憧れてたけど、うん、やっぱジョニーさんにも憧れるよね。あなたもともと起業したいってずっと言ってるもんね。そうなんですよ。僕お金ってどうすんのって言ったら、うん、僕あの地元に生き物だけの図書館作って、うんうん、そこで本を子供たちに貸しながら、うん、あの生き物について偉そうに語るおっさんになりたいと思って、ね、そのような話しますもんね。で自分でそのフィールドであの写真撮りまくるっていう余生を過ごしたいと思ってるんですけど、はい、うんうん、もうまさに僕のちょっとなりたい像じゃないですか。なりたい像を、まあ、さらにアップデートしてくれた、なんか具体的に活動してて、あ、こういうやり方があって実際成功して、うんうん、こういう本をね出版したりするまで至ってるわけだから、うん、ちょっと僕の、まあ、まさに大人になった時の教科書みたいな、ね、いや、いいじゃないですか。本当に今俺30歳なのに大人になったらって思った。いいんだよ、まあ、いいんだよ。もっと大人になった時の教科書だからそれはと思ってるんですけど、自分が大人になってるかどうかはね、まあ、こういうもう素晴らしい、うん、まあ、ちょっと大人2人がいたんで、まず先にちょっとお話ししました。なるほど。でもう本当にこっからもいろいろあるんですけど、ちょっとさすがに一本じゃ語りきれないで端折ります、うんうん、ちょっと今回はヒルは木から落ちてこないっていうことを、うん、まあ、どうやって証明したのかっていう主題ね、今回のね、はい、についてちょっとね、子供たちはどのようにやっていったかっていう話をしていこうと思います、はいはいはい、結構難しくない？お、
はい、落ちてこないって言い切るのって悪魔の証明じみてますよね。このような高校生とか大学生がこの後出てきて、うん、やだいやでも大事なんですよ。ああ、はいはいはい、子供たちは一回やった、うん、成功したわーいって、うん、すごいね頑張ったね、うん、でもいいんですけど、うん、その後今言ったようなフィードバックが返ってくるんですよ、はいはい、でこのフィードバック返ってきてじゃあどうしようと、フィードバックが来たってことはどうやったらそれに対して反応できるかっていうね、うん、成長物語もこの後含まれてるんで、あるんだ、あるんですよ。いや俺ずっと嫌な大人の役やってるじゃない。でも大事な視点なんですよ、うん、いやいやいや全然。逆に言うとそれをしないと、うん、子供を舐めてるってことになるかもしれないね。確かにそれはそうかもしれないね、うん、よかったね頑張ったね、うん、で終わらせるとそこで終わっちゃうから夏休みの自由研究で終わっちゃうかもしれない、ね、そうなんだね。でもそうじゃないからこそこういう本が出たって話なので、うん、ちょっと説明していきます、ね、はいはい、ああいやぜひぜひ、はい、子供たちは、うん、昼が来から落ちてこないってこと自体の証明に関してはまあ割とまあシンプルと言いますか、うんうんうん、まあ結論簡単で昼がいっぱいいるところに行きますまずね、うん、そこにビニールシートを敷きます、うんうんうん、で犠牲となる子供たちが3人ぐらい入りますおとりがね、はい、おとりが入ります。で周りに昼下がりのジョニーを巻いておきます、はい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 、で、ひたすら待つということをやります。あでも賢いよね。まあそうですね。だって要は上から落ちてきてたらシートの上にいるわけだから、はい、そういうことですね、うんうん、今回の仮説は落ちてこないのではないかっていう仮説なので、うんうんうん、地面から落ちてくるやつらを避けて、うん、そこからねビニールシートに落ちてくるやつがいれば、うん、まあ木から落ちてきたと、まあ、ね、言えるだろうと。まあ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 、あそうか、たとえそれがいろんなところで待ち伏せしてるタイプの山ビルに関しては上から落ちてくるっていう仮説ではなくて、はいはいはい、ヒルというのは本来土のあたりにいることは前提として、はいはい、襲うときは上に登って落ちてくる、はい、このようなことも考えられていたけどこれまでは、はいはい、それは否定できるってことはここで言うってこと、ね、そう、あどっちもだと思います。待ち伏せしてても、うん、いずれにせよビニールシートに落ちてたら、うん、もう木からとりあえず落ちてきて襲ってきたってことなので、待ち伏せの場合範囲取らなきゃいけなくない？はい、ってな、要はいろんな木にさもともと待ち伏せしているんであれば、はい、そこはたまたまいない木だった可能性あるわけ。あ、まあそれは厳密ですね。この後いくつかのもちろん場所は試します、はいはいはい、あ試すんだね。試す、なるほどなるほど。あすごい、一箇所だけじゃなくて何箇所もやるんだね。一応やってます。偉いわ。でなんなら、うん、晴れの日も雨の日もあ試したんだ。あさっき続進だと雨の日は出てくるって書いてありましたよね。いや、うん、まさに多分そういうことを念頭に置いてたと思います、うんうんうん、あの条件変えて天候、そうです、雨の日だったらどうなるのか、はいはい、いうこともちゃんと試して、うんうん、これねあのググったら画像出てくるんですけど、うん、あのやる気ある子はあの透明のビニール傘を反対向きにこう、うん、降ってきたら俺んとこに来るよってこうやってひたすら何時間待ち構える子とかの写真とかググったら出てくるんで、偉いな。でね、まあ、やってみたら簡単なんだけど、うん、これまで実は誰もやってこなかった、うんうんうん、誘致実験を実はやりまして、はい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 、何箇所もやって結局昼は落ちてこなかったと、うん、逆にそのね、まあ犠牲になってるけど結果犠牲にならなかったんだけど外でねボランティアの他のねあの大人たちは待ってるわけですよ。そこにはめっちゃ来るんですよ。ちゃんと押されてんだ大人。そうそう、何時間もこう3時間とか4時間とかこうやってついてくる日をこうピッて話しながら、あの本来犠牲になるはずだった子供たちはぬくぬくと中で将棋やってたりとか面白すぎる。トランプやってたりとかそう、して最終的に全然落ちてこないと、うん、これすごいね。同時にさ、うん、昼下がりのジョニーのさ効果の宣伝にもなってるよね。昼下がりのジョニーめっちゃ効果あったみたいで、ね、効果あるね。やっぱ入ってこなかったみたいなんですよ、はいはいはい、ちゃんと、すごいな。昼下がりのジョニーおすすめです、ね、おすすめですね。これすごいわ、すごい、はい、偉いんだよねやっぱ子供たちもね。今このアイデアはいいんだけど、つまり誰かが犠牲になるってことじゃん。漫画でよくある展開だ、うん、葛藤とかあるわけだね。こうするしかない、誰が行くってどうするっつって、じゃあせめてちょっと来てもいいようにちょっとね、うん、あの甘がっぱとか来てやるかとか言ったりとかしてるんですけど、はいはいはい、やっぱね科学的なその実験に対する態度っていう意味ではやっぱりまだ小学生だから、うん、まあ、ちょっと甘いところもあって、うん、例えばその雨降ってる日とかね4時間待つわけのは大変なんですよ、うん、で雨でだから将棋とか多分やりづらくてさ、うん、ただ待つだけみたいな将棋以外の遊びね、そうそうそう、あんまないからねあのできないわけですよ、はいはい、であったら先生もう1時間ぐらいやってさもう来ないじゃんって、うん、降ってこないじゃん、うん、昨日も降ってこなかったんだから、うん、もう降ってこないからもういいよとか言うんだけど、やっぱ樋口さんは、うん、それじゃあ科学的な実験にはならないんだと、はいはいはい、っていうその実験の、まあ、態度とかいうのをちゃんと教えて、うんうん、4時間ちゃんと座らせて待たせるとか、うんうん、やっぱねその間知ってるんだよね。やっぱそういうのを見て、うん、子供たちに対する、まあ、教育の大事さというかね、うん、その先生の態度とかももちろんそうだし、まあ、それを結局で受け入れて子供たちは
まあ、耐えてやってるわけですよ、うんうんうん、とかいうところもやっぱねすごいなと、うん、もうめちゃめちゃ可愛い描写がいっぱいあって、ね、うん、あいいねそほっこりするもんねほっこりするのさ、うん、もういいじゃんとか先生とか言ってダメですとか先生そうダメです先生はもうずっと座れないピッ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 ピ先生も辛いわ先生も辛いわけですよ、うん、そうあのね勝手に言ってやっといでとかやり方を教えてやっといでって言うんじゃなくて、うん、ちゃんとその場で苦労分かち合っている説得力って違うわけですよ、うん、そうなのうん、やっぱりね犠牲にならない担当の子供たちもちゃんといるんですよ、うんうんうん、やっぱり同伴して、うん、一緒にその実験をやってるってことがやっぱ大事なんで、はいはい、なんなら外にいるからもっと犠牲になってるし、ね、そうそうそう結果的にそいつらのが犠牲になってるっていうのがまず1個目降ってこないってことを確かめるってこと、うんうん、で次にやったのが仮にねヒルが木から落ちてくるってことは木に登ってるはずであろうと、うんそうだよね、土で生まれて、うん、木を登っていって、うん、まあもちろんね、うんうん、降ってくるっていうことなんだから、うんうんじゃあ木を登れるのかなヒルと思って、うん、まあこれはね、まあ、ちょっと先ほどより厳密性は下がるかもしれないけど、うん、ヒルをいっぱいね木にくっつけてみるっていういやでも大事ですよね実験をするんですけど、うん、やっぱみんな降りてくんですよ嫌、うん、がって嫌がるんだ嫌がってるか、まあ上に登るとはしない、まあ、しない一つ、まあ、ちょっと木を登るってことをあまり好まない、うん、ってことは少なくとも分かった言えるわけですねあれとかもしたのかな、うん、例えば木についてる、はい、ヒルの数探したとか明確に探したってよりは、うん、これまで一度も見てないって感じかな、うん、でもそれ大事だよね、うんうん、そうこれもね面白くてジョニーさんもさ最初あのヒルは木から落ちてきますって言ってたんだけど、うん、言っては見たもののこのヒルって本当に木から落ちてくるのかなって上がった時に、うん、確かに見たことないなって確かに木に登ってるやつももちろん見たことない、うんうんうん、落ちてきたと思えるようなのもいないただ、うんうん、首とかについてることが多いから、うんそうだね、自然にあ上から来たのかなとな、ね、そうそうそう、うん、と思ってたんだけどとりあえず落ちてこない木に登るようなことはあんましないとしないとでそれもちゃんと動画撮って、ねうんうん、で確かめたよってことをしてはいはいはいでさらにねいいやってますねもう一個大事なのがじゃあ首にいたやつらってそう何なんだそう何なんだって、ね、そう、うんうん、まさになるので、うん、それをまあ実験するんですけど、うん、あるんですかいやもうこれもあれですやっぱり子供が犠牲になるしかないつらいこれちょっとね写真載ってるんですけど、うん、ちょっとあのぜひあの買って見ていただきたいんですけど、はいはいはい、この時どんな写真だろうこれ分かりますかあのブルーシートを敷きますね、そうですね、うんはい、でその中心にですねビニール袋にぐるぐる巻きになった、はい、あのね言ったら散髪してもらってる小学生ですそうだね、うん、よりもより頑丈ですより頑丈にあの首から上以外は、うん、全てぐるぐる巻きにされたラップかなんかね、うん、巻かれた男の子が一人、うん、真ん中に体育座りさせられて、うん、そこの周りに大量のヒルを巻かれるという現代アートですそうですねなんかそうなんか今からなんか魔法人かなんかで、ねねね、何か生まれるのかなみたいなヒル人間が生まれそうな感じしますよねみたいな儀式かなみたいな、ね、ちょっとあの写真だいぶ絵がシュールですねこれもちゃんとね、はいはいはい、子供たちが発案してね、うん、誰が犠牲になるんだとか話をしてねまた、やったんですよまたそのやり取りがあったのかはいであのこれ屋内の実験ですけど実際屋外に行って、うん、カッパを着てね足首とかすごい縛ってって、うんまあ、要は下から上がってきたヒルが、はいはいはい、吸いづらい状況を作ってあげて、うん、どうなるか行く当てなくて首まで来てるんじゃないか、はい、説で説ですね、うん、を、まあ、確かめるためにやってみたら、うんまあ、少なくとも1分経たず腰までは上がってくるそうです早っ早くないですかめちゃめちゃ早いっすねめっちゃ早いのよ1分経たないで1分経たずにもう腰まで来たとあ舐めてたんだ人間ヒルのことで、まあ、小学生6年生だから、まあ、僕らよりは小さいとはいえ小さいけどよ、まあ、それでも、まあ、60センチぐらいって書かれてますけど大体はもう1分も経たずにすぐ登ってくるとはーはーへー 早いっすよね怖この屋外の時はね、うん、ちゃんとこう縛ったりしたと思ったんだけど、はいはいはい、実は足首に入り込んでたりとかすごいよなそれはそれすごいよなそうそうそう、はいはいはい、それもどうせんだって感じなんですけど、うんまあ、そういうこともあって厳密にあの首かに登ってくる時間をたくさんのサンプル取ってやったってわけじゃないんだけど、うんまあ、少なくとも腰には1分経たず登ってくるし、まあ、さっきのあれですね屋内のビニールぐるぐる巻き実験、はいはいはい、魔法人実験ねにおいては1分13秒ぐらいで早いってもうあの首元まで来て早いってやめてもう外してとか考えてもうそこまで来てるからねそうもうくるくるくるあーとか1分13秒経過首につくところまで動画が欲しいよなって周り合いのことやめても外してあじゃあそのヒルだけ外してやるかっていう描写とかも書いてあって、めちゃめちゃ可愛いんですけど、うんまあ、要はあの思ってるよりヒルが登ってくるの早いし、はいはいうん、
かつ昼にね座れたことある、まあ、僕とか黒川くんなら分かると思うんですけど、気づかないんですよね。気づかない、一切分かんない、気づかないんですよ本当に。気づいた時にはもう吸い終わってて、ブクブクしてる。そう、うざーくそーって思うやつね。でまあみたいな感じで子供たちはいろんな実験して、うん、あもうこれは木から落ちてこないんだっていう確証を得てですね、うんうん、そうですね、あれは下から来てたんだと。そう、下から来てたんだと、気づかないうちに。そう、首も全然1分ぐらいあれば登ってこれるんだから、うん、首だってそうなんだから、もう腰なんて持ってね、うん、腕とかなんて余裕なんだよっていう話をまあ確かめて、うん、はいはいはい、名古屋市で毎年開催されている夏山フェスタっていうのがあるらしいんですけど、まあ、そこの展示ブースで、はいはいはい、その研究成果をね、へ、発表する、発表するっていう機会を得て、子供たちがね、あの僕たちが証明しましたって発表するんですよ、うん、いいじゃないですか。そしたらね、いろんな大人がいます、はい、あもちろんね、木から落ちてくるんだよヒルって知らないの、うん、とか言われて、いや僕たちが証明したんです、はいはい、見てくださいこの動画を、うん、つってね、おー君たち何このぐるぐる巻きになって、こんなことまでしたのとか、すごいねって言ってくれますよね、じゃ山の中でずっと待ってたの、それを何箇所もやったの、うん、あ偉いねみたいな、ね、分かってるねってなる、じゃあもうおじさん信じようとか、ね、うん、なるよね。そういう人たちももちろんいますし、うん、そうじゃない方々ももちろんいまして、うん、ほうほうほう、ここまでやったのに、はい、どんなやつなんだ大体まあある、まあ、おじいさん、まあ、いろいろ言ってくるんですよね。この実験は、うん、木から落ちてこないってことを前提にやってるからそう見えてるだけじゃないかとか、うん、でまあいやこういう設計をしたんですとか言うんですけど、全然引き下がらですね、うん、君たちちゃんと本を読んでいるか。どの本を読んでも落ちてくると書いてある。昔からそう言われている。昼は木の上で増えて落ちてくるのだよ、うん、って今言って、いやそれはおかしいと思ったから調べたんですよ、うん、と言ったら、いいか、学問というのは先人の知恵をきちんと勉強して学んでいくことが大事なんだ。先人が落ちてくると言っているのだから、まずそれを勉強してから言うことだなと。で樋口さんがね、うん、ちょっとと思ってバッと入ったら、うん、指導者はちゃんと正しいことを指導しなければダメだと、うん、お叱りを受けることになった。はい、あの、はい、申し訳ございませんでしたすいません僕の分身みたいな人が出てきて申し訳ないいやまあ分かるんですけどね、うんうん、あのね、そうなんですよ、はい、だって言ったらさ、はい、そのこれまでの常識が覆されたわけなんですよ、はい、そうですね、個人はね、はい、うん、ただこれってさ、はい、あの地球がさ、はい、中心の、あ、はい、天体の動きだと思ってたら、はい、実はそうじゃなかったみたいな、はい、あれなわけじゃないですか。そうですね、コペルニクス的展開とかね、言うけどね、言いますけどね、はい、常識がひっくり返されちゃった瞬間ですからね。気が動転してるんでしょうね、多分ね。そうですよ、ちゃんと勉強しなきゃダメだよってなったわけですね、おじさんは。なっちゃったわけなんですよ。正直こう言われてしまったらさ、うん、まあ何にも言えないというか、うん、まあ、明らかにおじいちゃん の、はい、あの科学の誤認ですよ ね、 これねそうですね、うん、もうだから言ってることは違ってきちゃってるけど、うん、同じ違うロジックで話しちゃってるから、はいはいはい、こっちはまあある意味実験っていう、うん、まあ、ある意味近代科学的なロジックで言ってて、うん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 、おじいちゃんはまあなんか近代科学的じゃないっつったらあれだけど、そうだけど、まあその経験的な、そうそう、経験値的な話ですね、うん、ここで言ってるから、うんうん、まあすれ違っちゃって、うんうん、まあちょっとお叱りを受けるみたいなことになってしまうと。でまあこういうね、まあ、もちろん方が大多数だったわけではないんだけども、うん、やっぱり子供たちとしては悔しい思いを、いや嫌いにならないでほしい俗心俗心も大事なんだって。そうそうそう、マジで、まあ、それはねそうなんですよ。実際ねこの後、うん、なんであのおじいさんはこういうことを言ったんだろうっていうのを、うん、ちょっとみんなで考えるんですよ。偉い偉すぎる。そうです、手が回ってる、まあ、根拠なんやろねっていう話ですね、うん、まあ、その中でね、うん、まあ、この樋口さんが、まあ、ある情報をね子供たちに提示して、はいはいはい、なんかっていうと泉鏡花さん、はいはいはい、有名なね、すいません僕あんまり分かんないんですけど、うんうんうん、の短編小説の荒野聖っていう小説がある、うん、ありますありますあります。そこにね、ヤマビルが木から降ってきて襲ってくるっていう描写があるっていうことを、まあ、見つけたので子供たちに提供したと。いや、大昔読んだから覚えてないけどあったかもしれないですね。あ、確かにね、うんうん、ごめん僕ね、あの原点読んでないんですけど、うんうん、まあ、文章自体は文語帳だったから、うん、まあ、先生がね口語帳にして子供たちに説明するんだけど、うん、かなりホラーなテイストで、うん、森の中で歩いてたら、うんうんうん、なんかポタリと傘の上に落ちてきた、うん、やったかもな、なんかなと思ってみたらなんか取れないな、それ昼だったみたいな、うんうん、しかもかなり大きな腕 で、 で何匹もうじゃうじゃやってきて、はいはいはい、みたいな描写が、まあ、なるほどね、あったと、まあ、一個代表的な事例として、うん、子供たちにこれを見せて、うん、なんでこんなこと書いたんだろうねみたいなのをやっぱ考えるんですよ、うんうん、でその中でやっぱ子供たちが、まあ、ある程度議論してる中で、まあ、行き着いたのは、うん、明らかにホラーテイストで書いてあって、うん、恐怖をまあ起こさせるような、うん、演出としてね、演出としてね、そういう描写をしてるようなと、はい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 、で実際このような言い伝えはいろんなところにあるらしいと、うん、だから本当にまあ昼が多分出る山なんでしょうと、うん、でそうなった時にそこを通る人たちに注意喚起とかの意味も含めて、うん、あ、なるほど、誇張して、はいはいはい、まあ、説明した方が気をつけるから、はい、そういう表現をしたんじゃないかとか、なるほどね、あとまあ小説だから、うんうん、そういう演出をするんじゃないかとか、うん、まあ、そういう考察もね、やっぱ子どもたちがしてて、えらい、
歩み寄ってんの偉い本当に歩み寄れじじいほんまいやでもそうなんですよ、うん、子供たちもそれがなんか間違いだよねとか言うわけじゃないんですよ、うん、あやっぱ小説だからそうなのかとか、うん、もしかしたら昔の人はそういう配慮があってそういうことを言ってるのかもねとかいうふうにやっぱ考えてて、うんうん、偉いね偉いんですよ、ね、この年でそれできるんだったらねそれできるんですよ俺ができるか今っていう話なんですよ、まあ、ツイッターのみんなみたいな感じじゃないですかいやでも正直そうなのよ俺も多分その場でおじいさんに、まあ、俺が昼研究しててね、うんうん、おじいさんに言われたらなんか近代科学とはみたいなこと多分言っちゃうんですよ多分なんかそういう悲しい衝突だ論破しようとかね、はいはいはい、しちゃうんですよ X とかねなりますよねだから私 X やんないんですけど言ってましたね中学生の頃レスバしまくってたんで、うん、そうなの2ちゃんの頃はレスバしまくってました不毛不毛なレスバシねあの政治的な、ね、発言とか中学生の頃はしてたんですけど、うんうん、もう今やってないですまあいいとしてそのおじいさんは別としてもさっきね黒川くんが言ってくれたようなサンプル数足りてるとか、うん、この過程、うんうん、してるとかもちろん厳密さはね、はいうんはい、そういう、まあ、耳の痛い指摘もちゃんとあったんですよ、はいはいはい、あの正しい意味で、うん、でそれについても子供たちがどうやったら指摘を潰せるか、うん、あらみたいなのを潰して、うん、もっと厳密な実験ができるか、はい、とかねもしくはそのうまく持ってるのに説明できなかったとかあーあるよね、知ってるのに説明できなくて、うんまあ、それはうんとあれとこれとかあるから説明できるんだけどそうそうそうみたいなね今思えばこう言えばよかったのにこう言えなかったみたいなのをいろいろ話してる中で、うん、来年出るときにはもうこういう想定質問があったらこう返そうみたいなのもちゃんとね議論していくわけなんですよ、うん、大学生より偉いんじゃないいや本当そうなのよ、ね、で俺らの卒論とかねわかんない黒川君は知らんけど俺の卒論はひどかったんで俺も全部大概でした、はい、いやまあね大学生でもなんなら31年今でもできない、うん、ようなことやっぱ子供たちやってるんすよ想定質問とか一番嫌だもんねそうねもうそこはもうご勘弁をで終わらせちゃう約束したじゃん言わない約束でしょっていうねそういうので済ますところをね、うん、この子たちは済まさないでちゃんとすごい偉い来年はこう行こうみたいなこと考えて、うん、来年の次の年の夏山フェスタに出て、うん気合を入れていったんですけどそしたらね去年出たのが良かったのか、うん、前回ほどそういう厳しいご指摘とかあんまなかったみたいでへむしろちょっと名物みたいなあ去年の来た小学生そうそう去年の小学生たち来たみたいなね聞かせてくれるみたいな進んだそうみたいな感じになってて周りの大人が群がっちゃってへでそれに対して堂々と、はいはい、あの準備してきたプレゼンテーションで説明する子供たちみたいないやいい成功体験だななんならその、うん、子供たちがねビラ配るためにいろいろな僕たちの研究成果みたいな持ってきたのもう配れなくなっちゃってたから、うん、そしたら周りの大人たちが、うん、ちょ代わりに配りようっつってあの子供たちの説明をしながら、はい、この子供たちがこういうことをしたんですよってビルをうちの会みたいです常連さんが新規のお客さんに説明してくれてみたいありがたいですよねいや本当にそういう一番の味方ですからね、うん、だからそれもさ、まあうん、ありがたいことに我々の活動に共感してくれてさ、うんはいはいはい、素晴らしいと思ってくれてるから布教というか、ね、布教って言ったらよくないな、うん、なんか広めてくれるわけじゃないですか手伝ってくれるわけそういう輪が大人たちの中にできたみたいで何エモーショナルじゃないそういうねところで、はい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 、でもちろん子どもたちのプレゼン力も上がり、うん、よりまあ厳密な、うん、実験の結果とかも発表できるっていうようなところになって、うん、あなんかいろんな、ね、大人たちというかが出てきてなんかすごくハートフルな、うん、感動するなみたいないいねそうめちゃめちゃいい話でめっちゃいいねでねこの後もまだ、まあ、ちょっと続きを少しだけ話すと、はいはいはいまあ、こうやってね人気になってきたってことは、うんまあ、ちょくちょく知られてたっぽいんですよ、うん、樋口さんがブログに書いたりとか子供たちがこういうことしてるよとかしてたりとかしててちょくちょく協力者とかもいたから広まったみたいでやっぱある時、うん、ウィキペディアに書かれてた昼は木から落ちてくるっていう描写が消えて、うん、あウィキペディアから消えたこれって俺たちじゃないみたいな俺たちの成果じゃないみたいなだ子供たちにとってはさやっぱ、うん、ウィキペディアから記述が消えるみたいなのは、うんうん、ちょっとした世界を変えた初めての経験みたいな感じでちょっとわーって喜んだりとか、うん要は論文載るみたいな気持ちだもんね。いやでもそうだと思う、うん、自分の成果が世の中に今ある意味出て、うん、それがまあ視覚的に分かる形で反映されているそう反響があったって意味ではまあ論文発表したようなもんなわけだよ ね、うん、ねできればあの残したままだがこの言説については、はい、四日市市の小学生たちがみたいに書いてほしかったよねいやわかんないよそうすればもしかしたら書いてくれたかないやわかんないから、うん、どうなってんだろうちょっと見てみるあそうだ見てみるか、うん、あ木の上から落ちてくるかあすごいうわむちゃくちゃ立候されてる今ちょっとねウィキペディア見てみたんですけど、はいはいはい、木の上から落ちてくることっていうのがもう立候されててそれについてめっちゃ説明されてて
でもう書いてありますね、はい、樋口括弧2021はこの点を本の題名に取り上げているっつって、はい、まあ、三重県のね子供たちがヤマビル研究会でこういうことをまあ証明していったみたいなことももろ書かれて、今日話したこと全部ウィキに書いてあります。そう書いてありますね、ウィキ書いてありまして、はいはい、ジョニーさん載ってないんで。そうだよ、ジョニーさん載ってないんで、うん、ジョニーさん、あの昼下がりのジョニーね。ぜひ、はい、ちょっと卑猥なタイトルつきちゃいましたね。ちょっとまあ、うん、小学生には良くなかったちゃめっ気のあるね、はい、商品名なんですけど、はいはい、でね、あのここにも書いてあるんですけど、うん、探偵ナイトスクープにも取り上げられたりして、はいはいはい、探偵ナイトスクープに取り上げられたのもジョニーさんのおかげです。ジョニーさん。すごいな。そうなんですよ、ね、ジョニーさんが、まあ、ある時居酒屋に飲みに行ってたら、居酒屋そうです、消防士さんと仲良くなって、はあはあ、なんか入りがどういうこと。分かる、全然繋がらないんだけど、遊びに行ってて、うん、飲んでたらなんか消防士の人と仲良くなったみたいで、はいはいはい、そこでその消防士さんとジョニーさんが、うん、昼が木から落ちてくるかっていうので大論争になったそうで、居酒屋でですね。はっきりさせようってことで、うん、消防士の方が探偵ナイトスクープに応募したと。はっきりさせてくださいみたいな。はい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 。っていうのがあったみたいで、うん、まあ、ジョニーさんのとこに来て、うん、調査、まあ、落ちる落ちないを調査するってことをやって、うん、でその中で子供ヤマビル研究会の、うん、研究のその映像とかを放映して、うん、こういう子供たちやってんすよみたいなことも紹介して、うん、一気にテレビに出ることで、はいはいはい、いろんな人に認知されるようになったっていうこともあったそうなので、ウィキペディアこれ、あのジョニーさんの記述足りないですね。足りないですね。ジョニーさんの消防士の記述が大功績なのね。大功績。ジョニーさんが居酒屋に酒飲みに行ってなかったらここまで広まってることはなかったかもしれない。その描写は必要なんだから。いや本当そうですよ。へえ、あ、すごい、よかった、残ってて。いや、そう、あれちょっとね残念だったの。はい、はい、木の上からヒルが落ちてくるっていう続進を、はいはい、まあ前時代的と言って取り除かれてしまうのは、はい、民族が好きな人間からするとすごい物悲しさがあったわけなんですけど、はい、完全に消えるだけだった、うん、これだってのはね完璧です。あ、完璧だ、これはあるべき姿です。それはそういう言説があったよっていうのを残しつつ、うん、残しつつ今はどう考えられてるか、どうかなっていうのが、なぜこう考えるとか変遷も載ってるんだよね、うん、でそれが小学生が突き止めたっていうんだから、っていうのが載ってるウィキペディア、これからウィキペディア読むとき僕の話聞いたらより味わい深く、捨てたもんじゃないね、うん、この世はね。これは捨てたもんじゃないんですよ、ね、世の中ね、ヤマビルでそういう話があるなんて、ね、出てくるわけなんだから、もっと大きいのあってもいいね。そう、この反響とかがあってかなくてか、ヤマト警告者の編集者さんが、ヤマ系ね、はい、あの面白いですねって声をかけてくれて、うちのそのヤマト警告っていうあの雑誌でね、うん、連載しませんかっていう話が来て、うん、なるほどなるほど、それをまあ文章に起こして、それが本になったのが本書でございます。なるほどね。とても山系出版から出てるという経緯になってございます。ということでね、うん、あの本当はねこの本まだ続きあるんですよ。うん、あ、そうなの？これピークじゃないんですか？これピークじゃなくてですね、そもそもヒルって本当に最初言った二酸化炭素に来るのかとかいう基本的な実験とかから、あとはね、あの解剖してみようとかね、うん、山ビルの解剖図とかが全然なくて世に。あ、そうなんだ。類似種の治水ビルとかの、はあはあはあ、解剖図とかあるんだけど、うん、山ビルも同じなのかなとか、うんうん、なんかそういうのをやってみた、子供たちやってみる、はあはあ、医学部に行きたい子供が初めてメスを持つみたいな。すごい、いや幅広いよ。全てのこの何らかのこの扉を開いているじゃん。この子も多分昼の研究はしなくても、うん、多分自分が本当に医学部行った時とかには、うん、思い出すからね。思い出してね。あ、それは俺の最初の経験、山ビルの解剖だったな。そうなんだよ、うん、で、やっぱりね、人間と比べたりする描写があるんだよ、うんうんうん、人間には明確に心臓ってあるけど、うん、山ビルには明確な心臓が見当たらないな。あと、あれこれ人間にはない器官じゃないとか、うんうんうん、まあ、逆に共通ってあったりね、うん、やっぱちゃんと口があって食道があって胃があって、はいはいはい、そういうのあるなとか、そういうのまあ身をもって体験する初めての経験をね、いやここでしてたりとか、いや、いい体験すぎる。マジか。いやね、そういうことをしてたりとか、うん、あとは、うん、一般に、うん、山ビルがどうやって分布を広げるかとか、野生の時に、うん、何の血を吸ってんのかね、人間の血以外何吸ってんのとか、うんうんうん、いうことに関しては鹿の血を吸ってるんだろうと、うん、はいはいはい、いうふうに考えられてて、どこまで山ビルが分布を広げるのに鹿だけが役に立ってるのかとか、うんうんうん、鹿以外にないのかとか、はい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 、鹿がいないところでじゃあ何なのかとか、そうだね、いうところの調査とか、うん、同じ山とか近くの山脈とかでも昼がいっぱいいる山と、うん、あんまいない山があるよね。これね、大昔から割と顕著みたいで、おお、そうなんだ。だからね、地域の伝説とか残ってたりするんですよ。おお、地名残ってたりする。例えば、はい、アブのケースとかは、はい、アブなんちゃらみたいな名前のついてる場所があったりして、はいはい、そういうところはどっかの殿様か弘法大師が袋にアブを入れて持ってきたんだけど、うん、そこで話しちゃったみたいな。弘法大師大体の出てくるんですけど、大体の原因になりました。弘法大師ですね。弘法大師ですけども、はい、なんかの理由でアブをいっぱい入れた袋をそこまで持ってきて、なんか、はい、
の理由で話しちゃったみたいな伝説が結構残ってるケースがあるんですよ、あでもねこれにもそんなに出てこないけど、うん、やっぱりあの地域によってはあの昼の名を冠した山とか地域とかやっぱあるみたいで、はい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 、それは多分おそらく、うん、特に昼が出る山だから、うん、まあ分かんないけど昼だけとかね、はいはいはい、そういう風に多分なってたり名前ついて、おそらくそこにはそういう伝説が残ってるはずあるんですよね、うんうん、多分そういうことなんですけど、うん、これってなんでだろうみたいな。で実際僕も前回前々回で言いましたけど、うん、山ビルに血吸われたことなくて、あ言ってたね、はい、地水ビルにはあるんですけど、うん、あの水の中の、はいはいはい、割とその大隅半島南部の山は割と人一倍駆け巡った地震があるんですけど吸われたことなくて、うん、でもどうやらその大隅半島の北部とか宮崎県の南部とかはいるらしいへですよ。そうなんだ。で鹿の話とかに絡めると、うん、あ確かに大隅半島北部には鹿いるけど南部にはいないからなのかなとかいろいろ思うんだけど、一瞬関係していそうですけど、ね、この子たちは土壌の性質に目をつけて、うん、おあのそれはなんだろう山のあれが安山岩なのか何なのかね、そういうなんかペーハーが何なのかとかね、うん、岩質がわかるのこの子たちは。おまあ先生のもちろん先生のあれだけどあれでしょうけど、はいはい、少なくとも山に流れてる沢の水のペーハーを調べるとかであれば、うん、多分あのまあ簡単にね、うん、あのなんかちょっと楽しいしね、そう、うん、理科の実験の一つとしてできるから、はいはいはい、そういうことをやってて、でねそれは今ちょっとね絶賛まだやってる途中らしくて、あそうなんだ、これからえ、はい、ってことはまだ終えるってわけ山ビル研究会の活動。まだ終えます。おお。文庫本が出て最後に文庫本用の造法がありますよね。造法がありまして、うん、そこがまさに今言った、うん、その土壌をどういうのを好むのかみたいな感じで書かれてるんですけど、いろいろね結論出たと思ったんだけ どあれちょっとそんなことなくない、判例が出てきて絶賛研究中ですみたいな感じの内容なので、面白い。まだまだあの山ビル研究会はね、あの代は変わってるんですけど、子供たちの、うん、三重県で頑張ってらっしゃるのでね、うん、おそらくね予算不足かなって思われるような描写がいっぱい出てくるんですよメスが飼えなくてとりあえず飼ったりとかね、いろいろ出てくるんですよ、はい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 、あの場所がないから、うんうん、借りれないからジョニーさんのね会社のところを一部借りてやってたりとか ね、うんうん、するところ描写がいっぱいあるんですよ。高い顕微鏡買いたいけど買えないとかね、うん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 、ぜひね寄付なりなんなりなんか手段はあると思うので、ね、うん、そうですね、なんか窓口があったらいいですねこれね、はい、まあ話題にするってことも一つそれの応援の形だと思うので、うん、本売れたらね、はい、やっぱり入ってくるはずですから。子供たちはもちろんそうですけど、今ちょっといろいろ言ったね大人たちいたじゃないですか、うん、樋口さんとかいらっしゃいます、ジョニーさんとか、ね、あとはねあの発表した時に子供に代わってビラ配ってくれた人たちとか、うん、褒めてくれた人たち、うん、もしくは厳しい指摘をくれた人たち、はい、おじさんとかね、そう、うん、いろんな おじさんとかね、うん、いっぱいいましたけどね、僕らはこれからどういう大人としてね、うん、立ち回っていくのか、うん、みたいなことをね考えながら読んでもねすごく面白い本で、そうだよね、ほんとさ子供の足を引っ張っちゃいかんよ大人は。あのランドセルをさ、ね、背負わないで引きずるタイプのさ、はいはいはい、あれ発明した小学生がいたじゃないですか。 あの時の大人の反応おかしかったよねあれね、あ意味わかんないよね、足引っ張っちゃいかんのですよこれから成長していこうとする子供の。普段ねこういう言い切りしないんですけど、うん、あれはおかしい、あれはおかしいよね、明らかにおかしい、意味がわからない、意味がわからない、だからもうそうこれですよ、なきゃいけない大人の姿というのはマジで。やっぱね指摘する時もやっぱ言い方とかもあるしね、うん、子供たちの夢をまあ潰さないというか、うん、目を潰さないみたいなのはね、うん、やっぱこれ見てね、ああいろんな形があるなと、うん、樋口さんみたいな形じゃなくとも、まあそれこそ親御さんだってね理解ある方々なんですよ、あの、うんうんうん、家には持って帰ってくるの絶対、私は絶対触らないそりゃそうだ、それ嫌だけど山ビル研究会に参加することは許すとか、うん、もしくはね一部の子供たちは私は絶対関与しないけど、うん、ぜひ行ってこいって言って無理やり連れてこさせる男とかもまあいるんすよ。出たあれですよね、あの虫が好きになるか嫌いになるかの話してましたけど、はい、その自分は嫌だけど子供に嫌いになってほしくない虫をっていうね、そういう思い持ってる方結構いるみたい、うん、いやーですよ、うん、そうあるべき、はい、本当に結果的にその子たちは、うん、ヤマビル研究会で、うん、まあ、昼に触るになったり、もしくはそのいろんな自然教育みたいなのを実際体験してったので、うん、いいことだと思うので、そういうまあ形でもいいと思うんですよ、はいはいはい、別に昼のことを詳しくなれとか、うん、僕はこの本読んで影響受けて、うん、今シナノビル家で買ってますけど、はい、そういう形じゃなくても、何も生活を犠牲にしなくてもいいんですよねしなくていいんですよ、うん、こういう子たちを見たらすごいねって言ってあげるとか、うん、大人の教科書という一面もある本書なので、そうだね、はい、ぜひね
読んでみてください。読んだ方がいいね。はい、これはめっちゃいい本です。いや、いい本、俺も欲しくなったもんね、これね。そうなの、僕ももっと早く読めばよかった存在は知ってたの。存在してて言ってたね。そう、うん、なんかね、タイトルで勝手にね、うん、あ、なんか分からんけど、僕らのっていうのが小学生だとは思わなくて、うん、はいはいはい、なんか大学院生とかがチャランポランしてるやつらが、うん、やってるのかなって思い込んじゃってて、飲み会の間に研究してるみたいな、ね、そうなんか俺らこんなちょっと飲み会でハメ外しちゃってみたいな汚れてんのお前だったなで勝手にね、思い込んで読んでなかった、うん、俺たちだったんだよ、汚れてたのは。そしたらね、文庫本出たから、うん、まあ値段も安かったし買ってこうかなと思って読んだろうね。そう、でこれさ、チラッと見えてたんですけどね、はい、会話が多いんですよ。あ、そうそうそう。そう、字の文がそんなにこう熱いギュッとしてなくって、うん、で子供たちの発言と対話が多いのかな、うん、言ったら対話の描写が多いから、はい、かなり読みやすいと思います。あとね、子供たちの、うん、昼休みって昼はね、昼ですね、はいはいはい、昼休みとしてコラムのように子供たちが書いた文章をそのまま載せてるところとかあって、これゆうたろうくんかな、昼を一網打尽にするには、うん、みたいなね、コラムを1個書いてて、うんうんうん、論文には難しい数式もいっぱい出てくるのですが、それは飛ばしてつまみ食いのようになりますが、僕たちが分かることをお伝えしますとか書いてる。それ最初に書けんの、偉くない。多分いろんな経験積んでて、やっぱ文章の書き方とかも多分学んでるんですよ、この子たちは。偉い、偉いよね。俺たちも動画の最初これ言おうかそれとね、僕たちはあれですからね、あの7割ぐらいそうかなと思ったら、うん、そうですと言い切るとか言ってねそういうことを、ね、芸を学んでますからよくない芸をね、こういうことね、あの、はい、言わないんですけども、うん、子供たちはちゃんと言えるよ、ね、い、そういうのもあってね、分厚いんですがかなりあのすぐ読めるし、うんうん、多分ね、小学高学年だったら読めんじゃないかな。いや、全然余裕だと思う。読めると思う、うんうん、そうね、お父さんお母さん隣についてもらえば、はい、これやってるの実際だから小中学生なんで。そうだよね。まあ僕らがこうやってゲームで遊んでる間に、うん、三重県四日市市の子供たちはどういうことしてるのかと、うわいうことってことですよねはい、もう僕もね30でもうわーって思いますから子供がこれやってんのに俺たちこんなんでーそう思うぐらいですからね、はいはいはい、教育にもすごくいい本だと、ぜひ読んでみていただきたい。おすすめでございます、はい、もう熱こもりすぎて結構な時間収録しちゃいましたね。ずいぶんなんかめっちゃ叫んだし、はい、普段使わない言葉遣いとかしましたねいやでもね、うん、そのぐらい感情が動かされます、うん、いや横で聞いてただけでも、うん、全然読んでないのに来たもん熱がう、うん、読んで面白かったなって思うと同時にやっぱ自分の身を振り返りました、うん、あの自分はこれからじゃあどうするんだ、うん、っていうことをね考えさせる。悔しがったりね、そう、まあ、後悔するのはいいですけど、はい、あとこれからどうするんですかって、どうするんだってことで私はとりあえず昼を買い忘れました違うと思うな解決策が。でもそう、でもシナノビルのね地元における研究がねこれから進んでいくわけですから。いや、おそらくね、うん、俺がそう負けませんよ。ありますよ、四日市の子供たちに負けませんよ、うん、31ですから僕大人ダメじゃないぞ多分こういう大人がね小学生潰すんでしょうねあの本当にそう、そうしないように頑張ってください、はい、あのそうしないように、はい、大人の教科書でもあるね、僕も頑張ろう、頑張りましょう、はい、要は自己啓発本です、はい、読んでみてくださいということで、ぜひねチャンネル登録とか、高評価とかよろしくお願いします。すみません、お邪魔しました。黒川、はい、あ、そうですね、はい、黒川くん、あの参加めちゃめちゃ長時間拘束して、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またぜひ来てください。はい、ぜひぜひ呼んでください、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。